はい、時刻は0時となりました。リアチのミタイタレラジオ第21回目が始まります。今夜もよろしくお願いします。この番組のお相手は私リアチと山内と、はい、今日はですね、またスペシャルゲストが来てくれましたよ。この方です。こんばんは、サッチーです。よろしくお願いします。はい、サッチー、お久しぶりです。久しぶりだね。何年ぶりじゃないよ。何ヶ月ぶりですか？いつ来た？まだ2回目ぐらいの時に。そんな早かったっけ？早かった、めっちゃ早かった。2回目だっけ？2回目ですよ。でもまあ早かったの覚えてる。元気ですか、サッチーさん？元気ですよ、相変わらずです。よかったね、会うのも久しぶりかもしれない。あ、そうだね、うん、そうなんですか。 LINE ではしょっちゅうやり取りしてるんだけど。へえー、LINE でどんなことをやり取りするんですか？どんなこと？言えることだけ言ってみてください。言えないことは多分言ってないと思う。そうなの？意外だね。いや、でも今日暇とかなんかそんなんじゃないですか。あ、お互いそう、あんまり予定が合わなくて、はいはいはい、遊びに行けなかったりも。あ、なるほど、遊ぼう LINE が多いんだね。そうですね、うん、ね、私もなんか最近予定がほんとキツキツで分単位の移動してるから。お、分単位なんだ。分単位ですよ。なんか最近ね、バンドもやってるような、う、はい、やってないような、やってるようなやってないような感じですけど、はい、うんうん、まあ目標は4月おライブで動いております。へ、はい、すごいね。またなんかね、告知とかもちょっと いろんな FM 議論はその番組でちょっと言わせてもらえたら。あ、もちろん大丈夫。いいですか。うん、なんかね、曲がレコーディングとかしたら流せたらなとかも思って。はいはいはい、ぜひぜひ。そう、幅は広く。その時はじゃあ人見知りは我慢して。我慢して。行きますか。はい、はい、営業で。オッケー、いいね。営業部、営業、はいはいはい、営業担当なんで。うん、ということで、はい、行きましょう。じゃあこの番組では皆さんのメールを募集してます。メールアドレスはリオチ .radio@gmail.com まで送ってください。また毎週水曜日の18時頃から番組の収録をツイキャス YouTube で生配信しますよ。ツイキャスは FM ギノワンセカンド、 YouTube はリオチうちなー大好きっ子で検索してくださいね。と、放送中にリスナーさんのコメントを読んでいきますよ。ツイッターはハッシュタグリオチラジオでつぶやいてくださいね。ユタサルグという逃げサビラということで、今週もよろしくお願いします。はい、はい、ということで今週のテーマは、うん、ほらまた忘れた、何でしたっけ。幸せと感じる瞬間。そうです、はい。ということで、うん、なんかあります、皆さん。どうですか、サッチーさん、ゲストに振るというね。私ですか、うん、私が幸せと思う瞬間瞬間、はい、私だからリオチの今日の、うんうんうん、ツイッターを見て、ツイートを見て考えてたんですよ、ずっと、はいはいはい、何喋ろうかなって、はいはい、えらい。で、考えた挙句に何もなかったって。いや、でそう考えようとするとね、何も出てこないんですよ。え、じゃあどんな人が出てくるんですか。お風呂入ってる時とか、リラックスモード、はい、あ、そう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 。じゃあ昨日それで考えたんだね。何をですか。え、今日のこのテーマですかね、話するやつ。あ、テーマはほ、あのほ、先週ほら決めてたね、で言い忘れちゃったんですよね。皆さんごめんなさい。そう、放送で言い忘れちゃって、実は決まってたんです。決まってて、だから昨日の夜お風呂とか入りながら考えたってことでしょ。あのテーマ、話す内容、話す内容、私は何もいつも考えてきてませんよ。どうしようかね。どうする。パーソナリティが考えないってちょっとおかしな話だよ。そうだね。いつもぶっつけ本番ですよ。なるほど。出たとこ勝負。そうです。お、かっこいいですね。はい。はい、幸せな瞬間、皆さん教えてください。教えてください。私はあれだな、スイーツを食べてる。あの甘いものを食べたらすごい幸せホルモンがめっちゃ出ると思います。そうだね。もう幸せって感じじゃないですか。あれ違う。例えば何ですか。例えば、うん、ケーキとか。チーズケーキめっちゃ好きなんですよ。あ、一緒だね。あ、一緒。一緒だね。チーズケーキ好き。好きっていうか、私チーズケーキしか食べれない。ああ、そうなんだ。
そうなん、甘いのに生クリームがダメなんですよ。あー、なるほど。気分悪くなる生クリームも、ね、そういう人ね。あ、確かに、うん、まあ、ショートケーキも好きだけど、どっちかって言ったらチーズケーキ派だ。ブルーベリーチーズケーキはめっちゃ好き。なんか今変だったなそう、ブルーベリーチーズケーキが好きです。甘いのね。甘いの、私甘い、辛いのは好きじゃないけど、あまり。うん、甘いのは好きかな。どうですか山内さん。僕はもう酒ですよね。酒、ね幸せだなっていうのは、別にみんなで居酒屋飲んでるのも楽しいんですけど、はいはい、一人で帰って、早く帰って、うん、一人でこう何もしないでシャワーも浴びた後に、はいはい、こう一人で飲んでる時にたまーにええなーと思いますね。ええなーと思うんですか。なんかこう YouTube とか見ながらね、音楽とかかけながら、なんかいいなーと、この年にしていいですね。自由な身分になり、自由な身分になりいいなと思いますよ。まあ、自由は最高、いいですね。そうそう、幸せだなと思いますね。幸せですよ。やりたいこともやって怒られないし。そう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 。ね。うん。私もまあそんな感じですけど今。クワケンさん来てます。こんばんは。こんばんは。幸せの瞬間は欲しいものを手に入れた時。ああ、なるほど。例えば何ですかね、欲しいもの。欲しいものなんですかね。私もクワケンさんね、ね、買っちゃったからあれだけど。何を。それ言えないです。それ内緒、内緒、まだ内緒、まだ内緒にしておきます。はい、はい、あ、放送終わったら言いますよ。あ、サッチーさんの欲しいの今欲しいの、今、これ今物欲だよ、物欲。今、うん、ゴルフのクラブ。え、ゴルフやるんだ。旦那の影響で打ちっぱなしに行ってるんですよ。あ、なんかツイッター見た。クラブが欲しいですね。女性用の、今男性用ので売ってるんで飛ばないんですよ。なんか違うの？な、重さも違うし。あ、そうなんだ。あの長さも違うみたいで、ね、長さは、うん、長さは違うみたい。聞いたことあるか、はい、飛ばないんですよね、全然。うーん、男性用だと。打って何？そこ目の前とか。いや、それはない。それはない。リオチ一回やってみたら。そう。なんか難しそう。持ってるよ。意外と才能発揮するかもよ。いや、あの、当たらないと思います。たまに。大丈夫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 。当たる？当たる当たる。当たるんだ。当たる当たる、大丈夫大丈夫。ドライバーじゃなければ当たるんじゃないか。ドライバー？ドライバーの方があれなんですよ、飛ぶんですよ。ああね、うん。ドライバー？なんか。でもあれ当てるの難しくない？いや、ドライバーの方が簡単っす。あ、そうなんだ、うん。俺昔やったけど、ドライバーで絶対当たらなくてさ。え、なんで？あんな面が面が大きいのに。だからね。だから才能がないですね。クワケンさんは新しい iPhone を買いました。iPhone、今いくつですか？ 14。あれ欲しいね。俺も唯一欲しいのは iPhone だな。今。あ、もう今高いじゃないですか、iPhone とかも。だから2年縛りであれなんじゃない？ただで。でも、もうそういうのなくなっちゃいましたよ。嘘。はい、今もう携帯そういうのない代わりに高い、うん、割引がないから高いですよ。高い、はい、通話料も高いまま。あ、じゃなくて基本料金とかは安いプランが出てきてるじゃないですか、うん、その代わりもう割引がないんですよ。昔は機種代の、そうですね、昔はほら、あの6900とか7000とかするじゃないですか、うんうん、でその代わりじゃあ割引つけましょうにして端末から引かれてたんですけど、うん、で今基本料金が下がった分、あの端末はもう自己負担です。困るね。でもなんかプランによってなんかあの下取りありきのプランとかありますけどね。27万ってよ。そうですよ、だから高いんですよ。やばいけどやばいですよね。パソコンより高いじゃん。うん、私は 2年おきに変えてたんです、いつも。はいはいはい、そうそうそう。私今もう今年見送りましたもん、高くてやめた。そうね、ちょっとね、まだ使えるからとりあえず頑張ってこれ。俺もじゃあずっとこれ使わないといけないじゃん。27万とか払えんしね。いや、やばいですよね。パソコン、ゲーミングパソコンも変えちゃう、そんなね。やばくないですか。やばいね。あんつばさん、昔ドライバーで打ちっぱなしの屋根にボールを当てた。
屋根にボール当てた。あ、屋根、はいはいはい、ありますね。屋根ってあのネットの屋根かな。ネットの多分屋根じゃないですかね。すごいね。ホームランみたいな感じですか。相当飛ばすじゃん。あんつばさんは、自分はエクスペリアを去年発売翌日に買って16万で初めて、これ何？審査された。審査？審査？分割の審査のことかな。まあ大体分割組みますよね。そうね、ローンだね、もう。ローンですよ。だって27万も出せない。27万ったら、月1万で27回ローン。結果的に高くなってるじゃん。月1万として27回でしょ。27万だったら、月1万で組んだら結果的に高いじゃん。高いですね。何をしてんだ本当に。でもあの、なんだっけ、携帯屋さんって分割の手数料とかないんで。ああ、そうなんだ。いいですよね。そう、私は au ショップの店員だったから。高詳しいんだね、今ね。ん、この話が詳しいんだね。はい、はい、なるほど。元店員ですから。素晴らしい。はい、機種変更しに来た人に新規を勧めるっていう。どういうこと？え？あ、機種変じゃなくて新規で持ちませんかみたいな。昔はそれで安かったから、うんうん、そっちにした方がいいんじゃないですかみたいな。番号変わってもよければみたいなね。番号とメールアドレス変わってもいいんだったら新規の方がいいですよとか。安くなる。今そういうの使えないですからね。なるほどね。これ言っちゃっていいのかな、大丈夫か。トルコは関税かかって iPhone、47万ってよ。はあ、めちゃくちゃだね。やばい。倍じゃないですか。なんで？なんで？関税かかるって。税金。へえ、トルコアイス。トルコアイス。急にアイスの話になる。思いついたことを言えばいいというわけではないんだよ。いや、なんかトルコといったらトルコアイスじゃないですか。なんか昔流行りませんでした、トルコアイス。わかんない。そうなの？あのビヨーンって伸びるやつ。ああ、あれか。コンビニとかでも売ってましたよね。売ってましたね、一時期。めっちゃ流行ったじゃないですか。埼玉ででしょ。沖縄ではあんまり流行りはしなかったと思うけど。あれおかしいな。10年前ぐらい流行った気がしますよ。沖縄ではあんまりだよね。あんまりです ね、 ね、アイスはもうアンパンマンアイスだからね。そう、アイスというあ、そうそうそう、アンパンマンアイス、ね、そうそうそう、一択ですよ。一択なんですね、県民。じゃあ、あれしかないんですね。それか前に復活した、何だったかな、アイスがあったんですよ。ね、50円のカメレオン。カメレオンか、そんな感じの。50円の。50円の。棒のやつ。棒のやつ。棒のやつ、うんうん、だったと思う。なんか私は食べてないけど、旦那が食べてた。ヤンバルクイナは知ってるけど。ヤンバルクイナ。ヤンバルクイナってもあったね。アイス。よくわかるね。は知ってます。アイスの話ではないですよね。そうですね、話が変わった。今日はあれですね、じゃあメールを、メールをちょっと少しずつ読んでいきましょう。はい、はい、来週まで撮るからね、これね。そう、2週撮りなんで、今日、うん、ゲスト来てるんでね、サッチーさんいるからね。はい、豪華ですよ今日。豪華なのか。今日は豪華です。今日も、今日も、来週も豪華です、はい、うん、はい、じゃあ行きましょう。はい、リオチさんこんばんは。埼玉のはちみつ一家です。ありがとうございます。いつもテーマ幸せを感じる瞬間、はい、美味しいものを食べた時が幸せを感じますね。私もそうだな。ああ、特に本マグロ。すごいね。またマグロか。またよだれが出る話をしてきますね。本マグロの赤身と甘いホタテの刺身。本マグロの赤身は中トロに近い赤身が美味しいですね。高いですよね、多分ね。高いね。醤油に赤身をつけた瞬間、パーッと広がる、あ、嘘、パーッと油が広がるのが美味しいサイン。あと肉厚のホタテは甘味があって弾力があって口の中が大喜びですね。ちなみにお刺身は何だろう、これ格上魚類で調達してます。何さっち見てあげて、ちょっと漢字がわからないわけよ、りおち。格上魚類。魚類？魚類？魚類じゃないの？角上？角上？角田広の角に、あの上地の神に。神って上でしょ？上に魚類。わかんない。誰かわかりますか？なんて言うんですかね。
酢の上魚類何なんですか、お魚屋さんなんですかね、調達してますって言って、すごいね、いいな。ホタテはでも私ダメなんだな。え、そうなの。貝類があんま好きじゃないです。貝類が好きじゃない、うん、アレルギーとかではない。味、味かな。なんかアサリとかもダメ。さっきのね、角上魚類っていうらしいよ。でこれは、はい、会社みたい。あ、会社、うん、埼玉にあるんですかね。うん、新潟、新潟、はい、新潟ですね。なんかすごい日本一を目指す鮮魚専門店だそうです。うーん、すごいですね。すごいね。新潟っていうと日本海側、あれ、そうよ、ですよね、うん、魚が美味しいとこじゃん、ですよね、うん、よかった、なんか違うのかと思った。温泉もあるし行ってみたいとこだよね。あ、でも埼玉にもありますよ。埼玉7県あるって。あ、だからそこで調達してるんですね。そうそうそう。うちの弟の奥さんが新潟出身かな、山形かな、あ、じゃあ新潟、新潟、山形、結構ガタしか合ってないけど全然違うよ。全然違うよ。多分新潟、新潟のはず。お米送ってきてくれるから、はい、なるほど。そう、お米も美味しいんですよ、はい、多分。いいですね、やっぱ美味しいもの食べるときが一番ですよね。確かに、こう沖縄でも結構美味しいものいっぱいありますけどね。うん、なんだろう、この前島らっきょ食べようかと思ったら売り切れでした。どこで、何、どこで島らっきょが売り切れるわけ。あるね、そういうの。いや、居酒屋さんです。え、嘘、居酒屋で売り切れるの。うん、なんか今日は、島らっきょ、今日は島らっきょないんですよって言われちゃって、ああってみたいな。もう閉店間際だったんじゃないの。9時ぐらいです行った。だから、あ、めんどくさと思って、もう今日ちょっとないですみたいな。あ、そういう感じ。だって島らっきょうがないってあまり聞いたことがないの。本当ですか。でも内地の、うん、内地の沖縄居酒屋さん行くと結構なかったりします。島らっきょう今日は仕入れられなかった。あ、仕入れが無理だっていう話か。うん、まあ、沖縄あなくて内地は分かるんですけどね、うん、なんかないって言われました。なるほど。ツイキャスにはひふみさんも来てます。あ、どうも、さっきぶりです。さっちやしって来てますよ。ひふみさん最近会ってないけどな。そうなの。会ってないな。どんぐらい。あ、でも3ヶ月4ヶ月ぐらい会ってないかも。意識的に。いや、そうではないよ。そうではない。そうではないよ。避けてるわけではない。避けてない、避けてない。そういう会ってないじゃない。いいよ、避けてもね。避けてもいいんかい。宜野湾市の居酒屋ってあんつばさんが。あ、いいえ、お、那覇、那覇、那覇。へえ、そうなんだ。あの観光客さんがいっぱいいるところに。あ、そうなんだ。行きましたね、この前。民謡居酒屋か。うん、民謡がメインだからじゃないか。そういうことですか。でもお料理いっぱいありましたよ。あ、でもね、そういうあの観光客向けだったら絶対あるはず。結構ありそうだけどね。ないって言われました。うーん、あの甘いもの以外何が幸せですか、食べて。サッチさんとかは甘いもの以外、まあ、さっき甘いものが出たから。あ、なるほどね。外したんだけど今は。甘いもの以外でだったら私もお酒だな。酒、お酒。料理は、料理は、料理旦那が作るからな、ほとんど。そうなんだ。そうなんですよ。料理好きなんでもう任せてます、お家では。いいですね。元料理人だっけ。あ、そうなの。そうそう、元料理人。いい、ね、酒は何を飲みますか。お酒はちゃんぽん。ちゃんぽん。強いんだね。強いね。でもここ3週間4週間ぐらい飲んでないですよ、全然。なんで。意識的に飲んでないだけ。へえ。体調的にってこと。いや、なんか飲む気にならないから飲まないだけ。へえ。そうそうそう、すごいね。飲もうかなと思ったら旦那に飲まれてないっていうところもあるから。先に飲まれちゃうから、ね、そう、先に飲まれてね。あ、それでか。それだ、今日はいいかなみたいなね。そうそうそう、じゃあいいやみたいな。おつまみは、おつまみは旦那さん作るの何がいいですか。ラフティーとか。あ、マジ、いいね、いいね。そばとかも作りますよ、沖縄そば。うまい、美味しいです。
あいいね、確かにいいな、誰も作ってくれる人いないからな。リュウチさん自分で作らないんですか？いや作んないですね、一切。キッチン狭いから作る気にならないですね。一応作ろうと思えば作れるの？いやもう作れないんじゃないですか、長いこと作ってない。実家にいた時もだって、実家にいたら親任せになっちゃうよね。そう、そう、お母さんが作ってくれるから作んないし、作りたくもないし作りたくもないってちょっと、ちょっとは作ろう。一時ハマっててすごい、あのデリッシュキッチンってあるじゃないですか、アプリがあって料理のレシピを載ってる、はいはいはい、しかも動画で見れるのがデリッシュキッチンがあって、それ見ながらいろいろ料理作ってインスタに載せてる、インスタに載せるのがすごいハマってた時があって、その時は作ってましたね。得意料理はデミグラスオムライスあ、まあいいじゃないですか、まあすごいもん作るじゃない、ね、そう、ふわとろ、ふわとろです、ふわとろ。いいじゃないですか、をコンセプトにコンセプトにお送りしております。はい。ですね。じゃあリュウチさんは美味しいの。美味しいの？最近食べた美味しくて幸せだなと思ったやつ。美味しいの、美味しいの、ラーメンかな。ラーメン。おう、どこの？あ、でもそばか。でも私そう、そばかな。そばですね。そば。そば最近。家の近くにある見つけた蕎麦屋さんがめっちゃ美味しくて週一で通ってます、どこですか？サキっていうところですね。あ、分かんねえな。宜野湾でしょ？宜野湾のサキっていう、あの向かいが、あれなんだ、宜野湾蕎麦、ん？ガネコ蕎麦、どっちだ？はそういうのある？上間天ぷら屋さんの隣にが蕎麦屋さんがあって、あ、そうなんだ。その向かいにも蕎麦屋さんがあって、そこがさっきっていうところです。あ、じゃあちょっと行ってみますね。いいね。そこ個人的に好きですね。美味しい。美味しいです。いいな。そうだな。なんだろうな。味で食レポできたらいいんですけどね。そんなくどくないスープ。あっさり、はいはいはい、あっさりな鰹だしで。いいですね。頑張ってみます。じゃあ今その食レポ。え、思い出してもう忘れちゃいました。いや、そうですか、はい、残念、はい、じゃあせっかくなんで次もメールを読みましょう。そうですね。どうも、あの時の私です。どの時でしょうかすごいなんかもうスタートから癖がある感じですね。そうですね、はい、仕事忙しくてとか言ってみたいものですね。仕事家、仕事家の繰り返しの毎日、キュンしたくなりまする。リオチがメジャーデビューするまで応援してます。ヨギシコジャパンさんからいただきます。ヨギシコさん、はい、懐かしいな頑張ろ何をデビュー頑張ろ。あ、そうですね、はい、メジャーデビューする。すごい、なんかギターの今3人でやってるんですけど、ギターがじゃなくて3人のメンバー、はい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 、3ピース、はい、でやってるんですけど、まあ、ギター弾きながらその子歌うんですけど、うん、若いんですよ今。20いくつだろう、分かんないけど、はい、で、なんだろう、そう、いろいろどういう曲やるかっていう時にやっぱみんなに聴いてもらえる曲、うん、っていうことで今流行りの曲調とかをやるんですけど、はい、私はその今流行りの曲をあまり知らないからついていくのが大変なんですね。うん、結構おしゃれ系な曲みたいな、なんかヒゲダンとか、はいはいはい、ああいうの通ってないんでちょっと苦戦してます。なるほど、はい、私はバリバリロックみたいな感じなんで。バリバリロックもいいですよね。でもそのでもヒゲダンなんてさ、バンドでできるんだ。できるんじゃないですか。へえ、まあ、コピーじゃないですよ、そういうようなコード進行を使ってたり。あ、オリジナルやってんの。あ、そうです、オリジナル。すごいね。そう、全部曲作ってやってるんですけど、うん、だから難しいんですよ。難しいの。あは、難しそうだね。そうなんだ、自分で一から考えなきゃいけないんで。はい、そうね。でもまあそれ頑張って練習してね。私もちょっと曲作りたかったりもするんで。はいはいはい。頑張って、そうできたらここの番組でもちょっとね流したりとか。そうですね。させていただけたらなと
思いますよ。はい、はい、沖縄大好きさんも来ました。こんばんは。こんばんは。はい、あと1分です。あと1分です、うん、カップラーメンもできませんカップラーメンまだ硬いな、はい、そうだな。そんな、うん、そういえばサッチーさんはどうですか？2回目。2回目、うん、2回目どうですか？緊張はしてないよ。してないですよね、うん、もうね、うん、慣れた感じで、うん、ね、だいぶよかったこんなグタグタなラジオなんですけど、まあ深夜だったからね、フリーで。深夜はもう何でもありですから。台本なしのフリートーク番組をお送りしております。はい、はいはい、ということで今夜のお相手、私リオチと山内とサッチーでした。また来週。グッナイ。グッナイ。おやすみなさい。